ウンドワンとかあの辺も岐南だよ。あーそうかそうかそうか。お前どこに住みたい、はいはい、俺は、うん、俺は一応ハワイ。あーお前出た本当に。何がよ理由は理由は理由は、うん、いやただただ楽しそうだから毎日楽しくないってハワイ楽しいだろ絶対。何すんのハワイで。じゃあハワイでも毎日サーフィンとか、うん、もう優雅に暮らしたい。富裕層みたいな感じでお金持ち。お金持ち、お金持ちになってハワイで暮らす。お金持ちになって楽しいなハワイで。いや楽しいだろ。日本でお金持ちだった方が楽しいだろ。あでもね、あの、うん、俺人混みは嫌い、はいはい、あーあお前ハワイ死のうよお前。多いかな俺。だから東京とか全然住みたくない。だから沖縄とかだったら一応名護とかいいなって思う、うん、あの名護静か。いや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 静かに暮らしたい。名護はきついな。ひっそりと。お前いくつかにもよるな。でも年寄りになったら名護。お前さ、うん、お前同じ高校だったけどさ、うんうん、高校でもクラスで静かに暮らしてたくせにさ大人になっても静かに暮らすのお前。そうかどうすんの。そうか静かに暮らしたいっていうのは今を、めっちゃ頑張ってるっていうかときめいてる人が。そうだよ今めっちゃ活発で目立ってるやつが、はいはいはい、言うことだよそれ。あそっか、うん、名護いいけどな。でも静かで茶炭もいいしな。でもなんだかんだ那覇かな。那覇どこが一番人気あるんだろう。地元の首里は。俺らの地元の首里ダメだね。嫌なの。うん嫌なの。俺首里でもいいけどな。首里も特になんもないやん。なんもないんですよ。そう住宅街なんですよ、うん、首里あるある。ね首里あるある。うん首里あるあるは本当に首里城だけ。うんいや首里城も行かんし。行かないし。うんはいはいはい。特になんもない。観光客しかいない。じゃツイートしてみます。しますか。みんなどこがいいんだろう。どこがいいって言うんだろう。沖縄住むならどこ。沖縄これは全うん。あじゃああ海外もか。海外も将来住むならどこがいい。そうっすね、じゃあ俺マジでセンスあるの言っていい。うん俺マジで宜野湾。宜野湾か微妙いな。もうちょいさ上に行って茶炭ではダメなの。茶炭ダメ。ダメなの。茶炭茶炭はだからたまにドライブで行くところだから。いやマジマジマジ。あそっか。じゃあ俺、マジで名護で。じゃあ俺お前マジでって。うんいや、俺じゃあこれ、いやじゃあこれ放送終わり負けた人あれな。お母さんに電話して、うん、じゃあお母さんに電話して。はいはい。お母さんに、うん、自分の人生で恥ずかしいことを言う、うん、マジでマジでマジでこれマジで恥ずかしいこと聞いてんけど俺これマジで恥ずかしいこと言うな。じゃあ分かった分かった。お前名護だろ、うん、俺じゃ那覇。あたたね。せこい。これはせこい。じゃあ俺ハワイ、ハワイ、ハワイ。ダメダメ。ハワイ、ハワイ。じゃあということで皆さん、将来住むならどこがいい？デンジャラスナイトということで、俺那覇、長地名護。負けた人はお母さんに人生で一番恥ずかしいこと告白ということで。まあ多分オナニーだろうね。オナニー。はい。ツイート。オナニー。だって俺オナニーお母さんに見られてるもんだから報告しなくてもだって。実際に見てるもん。本当に？うん、そうそう、だからお母さんに見られた。あ、じゃあ一応ハワイも入れとこうかな。ハワイも入れる？じゃあ中地、あ、いや、名護だ。名護、あ、でも案外多かったりしてね。はいはいはい、はい、案外。じゃあツイートしました。こちらの結果はですね、番組の最後に発表したいと思います。はい。それではその CM 行く前にちょっと今日の企画を。あ、なるほど、説明します。説明しますか。今日の企画ですね、ちょっと楽しみなんですよね、はいはいはい、関西、僕たちね、あの関西人の友達がいるんですよ、はいはいはい、ね、あのお笑いの大会でお世話になった、うん、関西人の同級生の友達がいまして、ね、その関西人に沖縄のどこまで、うん、沖縄の嘘を、うん、見破られるかっていう、うんうんうん、話を、あのっていう、なんていうんだ、クイズをね、クイズしたいと思います。皆さんね、お楽しみに。本当、もう絶対楽しいんだよ、本当に。とりあえず関西人に沖縄のことで嘘をつきまくるっていう生電話でね、はい、やっていきたいと思いますね、はい、お楽しみに。それでは一旦 CM に行きましょう。あ、すいません、曲ですね、ごめんなさい。それではこの辺で一曲お聴きください。 DJ ユンボセレクト H ジャングル with T で Wow Wow Tonight です。どうぞ。いやー楽しみだね、企画ね。いやー、あれですね、関西人にですね、うん、クイズを出すんですよ。そう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 、沖縄のことがね、この中に一つだけ、うん、本当のことがあります。そう、本当のことがあります、はい、それ以外は本当にデタラメなことを、ね、デタラメなことを言って、はい、例えばですね、
沖縄のおばあちゃん家に行ったら亀亀攻撃っていうプロレス技をかけられるとか、はい、でそれを言って、うんうん、それそんな一つだけね、うん、本当のことがあるんで、うん、その一つを関西人が見破られる、うん、見破れるかっていうね、楽しみだね。見破られるかな。本気で作ってきてるから。これもう電話してた方がいい。いや、いやいや、あ、後でていいか、うん、はいはい。中地、俺が撮影してる間どうなの。俺はもう本当にもう虚しい。だからお前らドラマの主役で撮影してるさ、うん、もう本当に虚しい虚しい、だいぶどういうこと虚しい。もう本当にもうひたすらオナニーする悪循環、悪循環だな。オナニー終わってなんかもう、あのね、虚しくなって、あのね、でも正直お前そこまでなんて思ってんだろ。いや本当に虚しさあんの。きつそうだなって思う。ああ普通に大変そうだな。なのさ、なんかさ、あの事務所の先輩とか事務所の社長も、うん、変な風に中地に気使ってるから。そうなんかさっきもなんか、うん、さっきも、うん、こうた俺にドラマの話しようとして、うん、こうたってこうたじゃない、あのちょっとって言ったら中地がはいってきて、うんうん、社長がちょっと気まずくなるっていうあ中地じゃない、あこうたちょっと言ってもう気まずい、俺それが気まずくて、はいはいはい、中ってか笑いにした方がいい、はいはいはい、本当に、うん、じゃないとあっちゃちょっと気使うから、気使ってるよな、いじられる、いじられるぐらい、うん、した方がいいと思う。だいぶ気使ってるの、うん、その曲終わって、あ、準備いきまーす、はい、ミスターヒーローさん、はい、今来たってですね、今からちょっと楽しい企画やるんで、はい、ぜひ聴いておいてください。ミスターヒーローってかっこいいの。はい、ということでデンジャラスナイト、はい、続いての企画はですね、続いての企画はコーナーはこちら、関西人はわかるのか沖縄クイズ。はい、ということですね、このコーナーはですね、関西に住んでいる僕たちの友達に電話をしてですね、沖縄の、はい、デタラメなクイズを出します。はい、デタラメなね、はい、デタラメなクイズ、一つだけ本当のことがあります、うん、はいはい、それ以外は全て沖縄のデタラメ情報です、はい、で関西人はそれを見破れ、その一つの本物の情報を見破られるかというね、はい、クイズを生電話でそうやっていきたいと思います。今から電話で、はい、あ、ミスターヒーローさんがちょっともう お茶でもうコメント欄を埋め尽くすという謎のテロ行為に発生プールトリコさんこんばんは。お茶の、はい、あ、プールトリコさんこんばんは。こんばんワッフル、こんばんワッフルって言ってる、ね、夜からワッフルはダメだよ、太るよ、ダメだよ、女子高生でしょじゃあね、はい、電話してみますか。はい、いや違うよ、実際にその前にこのクイズをね、あ、そっかそっか、はい、行っていきたいと思います、はい、あ、それ一つ目がですね、はい、沖縄のおばあちゃん家に行ったら亀亀攻撃っていうプロレス技をかけられる、はい嘘ですよ、これは。これ嘘ですよ、これは。わかりますよね。カメカメ攻撃はですね、そうですね。うん、たくさん食べられ、食べれ食べれ言われるね。そうそうそう。もう一つが、沖縄の学校で英語の成績1を取ったら、米兵にどこかに連れて行かれる。これ信じたらおもろいな。ああ、でもう一つが、沖縄の部活生が飲むスポーツ飲料は、アクエリアス、ポカリスセットじゃなくて、シーバイっていう。シーバイは、沖縄の方言で、ションベンっていう。はいはい、でも、関西人これ絶対信じる。そう、信じると思う。はい、もう一個が、沖縄では、女の子と稲ぐって言うけど男の子と脇がって言うこれ本当は生きが、本当は生きがなんだけど、これ関西人信じる、信じると思う。もう一つ、はい、沖縄の人はツイッターはいろんなものにね、うん、何々さーとかつけるから、うん、ツイッターのことをツイッサーって言うこれ信じるかな、ツイッサーツイッサーって初めて聞いたよこれ結構。で最後、沖縄にはマンコ公園という公園がある、はい、これ関西人絶対嘘だと思うと思う、うんうん、これでも本当ですからね。だからこれを全部関西人に生電話で言って、うん、本物、本当のことはどれか、はい、で当てる、相手が当てれるかって、そう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 、だから関西人が沖縄にはマンコ公園があるっていうのが本当だって言ったら、はい、僕たちの負け、負けです。逆にそれ以外を選んだら、うん、関西人の負けという、負けということでね、はい、じゃこれマンコ公園があるこれどうなるのじゃ実際にはい、僕の携帯で電話をします、はい、生電話をねしていきたいと思います。はい、名前がですね、こいつお笑い芸人なんですよね。はいはい。うっそ、電話ち、うっそもう一回かけてみよう、もう一回。あ、ダサいわ、ほったっていうね、
関西のお笑い芸人ですね。そう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 、ギャンブラーというねお笑い芸人なんですよね。はい、もしもし。あった中地ですけども。あったコートだけど。あ、どうも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 、久しぶり。どうも。じゃあちょっと自己紹介してほしい、ね、自己紹介。え、自己紹介してほしい。自己紹介。うん。あ、どうも、ちょっと漫才やらせてもらっております、ギャンブラーの堀田です。どうもよろしくお願いします。うわー、もう雰囲気が関西。関西弁、関西弁喋って、堀田、関西弁喋って。関西弁喋って。関西弁、うん、いや、関西弁喋り言われても全然何も出てこへんから。いやいやいや、それでいいんです。出てるから、それでいい。いい感じに出てるから。それでええんかよ。それでいいんです。それでいいよ。あざっす。あの、本場のなんでやねん聞かしてほしい。本場のなんでやねん。いや、お前なんでやねん、おい。なんでやねん、お前。これ沖縄の人聞いたら興奮するから。何やねん、お前。めっちゃいい関西弁、マジすげえ。ホッター。ちょ、あ、はいはい。ホッター、沖縄好き？あ、ちょ待ってな、うん、沖縄どうしたん？ホッタ今何してんの？ちょ、俺今、あの、ナンバーおんねや。あ、すごいすごい、大阪の。そう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 、大阪の選手ね。うん、だから何してんの？え、うるさい今、大丈夫？あ、大丈夫大丈夫、うん。でも関西弁ちょっとうるさいかな。なやなや、なやそれお前。電話しといてなやそれ。いいわ大阪。やめんかいそれ。大阪から見た、うん、ああ沖縄のなんか印象とか、うん、うん、変態。うっさい。それ俺たちの変態。それ俺たちのせいだよ。変態。俺たちのせい。あとすぐ結婚する。ああ、そういうイメージあるんだ。あるやろ、うん、離婚、めっちゃ離婚するイメージもある。あとめっちゃ美人多いな。あー、あー沖縄な。 あそう思ってるんだ、やっぱ美人多いイメージあるんだ。はいはいはい。堀田の彼女。あと何やろ。堀田の彼女でもブスだよ。やめとけお前。やめる言うなってお前。めっちゃ可愛いよお前。たまらんぐらい可愛いわ。たまらんぐらい。たまらんわもう。なんかたわしと雑巾足して2で割ったみたいな顔でるな。何で割っとんねん、割るの割るの。何勝手に割んねんお前。あ、めっちゃいいツッコミ。あのさ、堀田、じゃ あ今から、うん、沖縄のクイズを、あ、沖縄の真実を、真実 6つ言うわけさ。沖縄の情報なんて、情報って雑学、うん、沖縄の雑学を6個言うわけさ。おちょ、頼むわ、言うてよ。でもそのうち5個は適当に作った情報なくさ。お、適当かよ、おい。そう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 。すげえ、毎回作って。で、一つだけ本物なくさ。一つだけ本物な。6個のうち一つだけ本物なくさ。そうそうそう。ああ。それを見破ってほしい。オッケーオッケーオッケー、分かった。どれが本当の沖縄の情報なのか。オッケー、任せろ。オッケーオッケー。じゃあ、一個一個言っていいから、ちょっと感想とか、ちょっと言ってね。いろいろ質問をしていいからさ。オッケーオッケー。じゃあ、一つ目いくよ。一つ目、沖縄のプチ情報、はい、プチ情報。沖縄のおばあちゃん家に行ったらカメカメ攻撃っていうプロレス技をかけられる、はい、何やねんそれお前。絶対嘘やんそれ。どういうイメージ、どういうイメージある、カメカメ攻撃。いやもうひどいやろそれは。もう日本人ちゃうやん。おい日本人ちゃうやんそれ。どういうこと、どういうこと。どういうこと、日本人。何そのなんかおまじないみたいな。カメカメ攻撃っていうプロレス技をかけられる、うん、絶対嘘やんそれは。これは嘘だと思う、嘘だと思う。もう絶対嘘やん、だってもうそんなん。じゃあカメカメ攻撃っていうのが沖縄にあるはずないってこと、うん、いやそんなんあるわけないやん。お前それ民族や、民族。民族のレベルやそれも。あ、カメカメ攻撃、うん、あ、じゃあ何だと思う、カメカメ攻撃。どういう技だと思う、これもし本当だったら、本当のことだったら、うん、お前沖縄県民全員敵にしてるよ。いやちょ、もうちょっとそれは一応俺らと喧嘩したら、もう兵力の数が違うから。いや、やめろやめろ。おい、使うな、使うな。俺らアメリカ味方やで。おい、軍を使うなって。じゃあ、二つ目。じゃあ、これは嘘だと思う。平和条約結んでるからって、お前。まあ一つ、やめろ、やめろ、そういうの。じゃあ、これは嘘だと思う。それは嘘。はい、じゃあ次ね。最後に答えよね。はい。じゃあ、二つ目。はい。沖縄の学校で、英語の成績1を取ったら、米兵にどこかに連れて行かれる。はい。お前絶対全員連れてかれるやんけ。絶対沖縄のやつら大概連れてかれるやんけ。これはどう思う？おい、これな、けどな、
いや、今日米兵そこまで知ってたら怖いやろ。なあ、米兵がそこまでの個人情報を知られとったら怖ない。やばいよ。すげえ、ツッコミがもういいわ。じゃあこれも嘘なんだ。これも嘘、絶対嘘。おお。じゃあ3つ目いっていい？オッケーオッケー。沖縄の部活生が飲むスポーツ飲料はアクエリアスやポカリスエットじゃなくてシーバイ。シーバイ？シーバイ。シーバイ？シーバイ。シーバイ。シーバイってなんなん？シーバイっていう、うん、スポーツ飲料がメジャー。うわ、これはちょっとありそうな気がするな。若干ありそうな気がするな。一応シーバイはお前もだいぶ見たことある。うんうん、嘘やん。なんとだいぶ沖縄ではシーバイっていう飲んでるかは分からんけど、うん、一応毎日4回ぐらい見てると思う。シーバイ嘘やん。ほんとほんと。ちょっと待って。ただそれをシーバイっていうのかは分からない。沖縄ではシーバイっていう。それいや、さすがに、うん、やけどお前運動した後にはね、シーバイちょうだいって出さない。そうだからマネージャーシーバイ飲ましてっていう。マネージャーシーバイ飲みたい。一応ほった怪しい怪しい、ほったシーバイ見てるからね、いつも毎日、うん、あ、これは本当。大阪にはある。どこにでもある。これはこう言ったらだけど全世界シーバイある。うん、マジか。ちょっと待てよ、これはちょっとあれやな、ガチっぽいな。ちょっとガチっぽくなっていこうへん。なあ、一つ二つちょっと出さなかった今。なあ、シーバイ嘘やんみたいになってるねん。シーバイ。あ、ちょっと待って、まあ、迷って。じゃあ次、うん、じゃあ次行こうよ、うん、じゃあ4つ目やろ。4つ目、沖縄では女の子とイナグって言うけど、男の子とワキガって言う。ワキガ？うん。嘘やろ。女の子とをイナグ、男をワキガ。だからお前ワキガだろって言ったら、まあね、本土の人たちはみんなね、そういう臭い人。切れる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 。もう急に 初対面にそれ言われたら切れるで。でも俺たちは脇がだろって言った、うん、あ、僕はいチンチンついてますっていう。そう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 。やばいやばいやばい、それは。おい、脇がやろ、はいよ、あかんやろ。やばいで、こっちで言ったらなんかえって避けられるで。掘った脇がちなみに、掘った脇が、こっち来た時それ言うとあかんで。掘った脇が、いや俺脇がちゃうから。そう、いや、おい、なんかおかしなって、俺までの言い方おかしなって。沖縄2人以上相手にしたらしんどいな。関西に飲まれてきてるわ。関西が沖縄に飲まれてきてる。じゃあこれはお前的にはどう？え？ちょっとキープ？脇側ありえない？え？脇側ありえない？脇側、いや、ちょっと俺はこれはちゃうなと思った。あ、これは違う。ああ、うん、なるほどね。じゃあ7つ目いくよ。7つ目いった？あ、5個目、ごめん、5個目だ。ビビるわ、ビビるわ。すげえ、毎回つく。どんだけ飛ぶね。5個目、5個目。はい。オーケー、5個目。あの、沖縄の人さ、なんかいつも何々さーって言うさ。あ、だから沖縄の人はツイッターのこともツイッサーっていう。絶対嘘やん。それ絶対作ったやん。それ KY で作ったやつやん。絶対作ったやつやん。お前俺のツイッサーフォローしてる。ギャグと一緒やん。俺のツイッサーフォローしてる。ギャグやん、もうギャグギャグ。じゃあラスト1個言っていい？なあ、もうそれ、え？じゃあツイッサーもありえないば。うん、それはちょっとないな。じゃあラスト1個ね。ラスト1個。沖縄には、うん、マンコ公園っていう公園がある。あ、いや、これちょっと待って、これはちょっと待って、俺知ってんねん。俺湖あんの知ってんねん。湖？じゃあマンコ公園っていう病院、あ、病院じゃない、公園がある。マンコ公園っていうあの公園があるんだけど、うん、その、うん、このマンコっていうのがあるんだけど、ああ、マンコっていう湖と、ああ、あるな、あと、ああ、チンコっていう川があって、ああ、でその間にコウタの家がある。絶対嘘やん、もう絶対嘘やん。なんでそこまでして嘘ついたん？なあ、なんで頑張って嘘ついたん？今なんでそこまで嘘つかせらん？じゃあ、はい、じゃあこの中から本当のやつ。じゃあおさらい一個ずつ。沖縄にはカメカメ攻撃っていうプロレス技をかける。あ、プロレス技がある。あ、けどこれちょっとありえそうやねんな。おばあちゃんとかありえそうやな。おばあちゃんはカメカメ攻撃っていうプロレス技がある。怖いな。で英語で1を取ったら米兵にどこかに連れて行かれる。絶対それはないな、それはないな。で沖縄の部活生は、うん、シーバイを飲む。あー、これちょっとありそう。で、沖縄では女の子とイナグ、男をワキガっていう。いや、これはちゃうな。
で沖縄の人はツイッターのことをツイッサーっていう。これ絶対作ったやつやん。絶対作ったやん。もうコウタがめっちゃ笑ってるし。沖縄にはマンコ公園がある。マンコ公園があるで終わったん？うん、このあこの6つかな、5つ、うん、6個、6個、6個、はい、の中から1つだけやろ、はい、いやそのマンコ公園知ってんの？俺だってまずあれやか、マンコって知ってるから、あの湖。あえってことは関西にもマンコあんの？あれ結構チリで有名、チリで。小学生とかがよくあれで騒ぐタイプやん。はいはい、はい、みたいな。そうそう。パイとかでも。あ、でも、ちょテンション上がるやつや。ってことは、じゃあ、堀田は今、答えを知ってる状況っていうことなのかな。え？もしかしたら。答えを知ってるの？答えは、これは、え、これ当てに行っていい？芸人、うん、芸人。いやいや、当てに行っていいよ。マジ当てに行っていいか、じゃあ。うん、え、マジで当てに行っていい？うん。言っていい答え。うん。いいよ。1番。沖縄のおばあちゃん家に行ったら、カメカメ攻撃っていうプロレス技をかけられる。え、プロレス技かけられるの？いやいや、お前が言ったんだろ。待てよ、待てよ、待てよ、おばあちゃんがな、そんなことじゃ、おばあちゃんが、もうプロレス技っていうか、カメカメ攻撃っていうのをしてくる。うん。あ、ちょっと待って。あ、今日、サントだ。はい。サント最後がな、ちょっと際いな。シーバイ。あ。いや、サンやな、サンや。沖縄の部活生が飲んでいるスポーツ飲料はアクエリアスポカリスエットじゃなくてシーバイ。はい、はい、じゃあお前シーバイ飲んだことある？俺？うん、俺はない。あ、けど、うん、沖縄はなんか自動販売機にありそう、ほんまに。自動販売機にシーバイっていうのがコカ・コーラの横ぐらいにシーバイ、シーバイ買ってきてって。だシーバイさ持ってるよみんな。うん、シーバイ持ってんやろお前を。そろそろ持ってるんだ。今日俺最近飲まんけどなシーバイ。うん、最近飲まんで。最近シーバイ飲まないの？うん。あ、じゃあはい、答え当てに行って。答えじゃあどうします？何にする？答え。シーバイでいい？シーバイで答え。いいよ、俺はシーバイで答え。シーバイ。ファイナルアンサー。ああ、ファイナルアンサー。ディディディーン。残念！そうやん。待って。シーバイは沖縄の方言で、ああ、おしっこっていう意味でした。堀田さん。おい。よかった、最近飲んでない言うて。てか最近もひどいな、ちょっと。おしっこ買ってきてくださいっては言わないです、ね。沖縄の人おしっこ買ってきてください。自販機には売ってないな。うん、でも一個一個言うと、うん、まず、うん、沖縄のおばあちゃん家に行ったら、カメカメ攻撃っていう技かけられるっていうのは、うん、まあ、ちょ技っていうのは嘘だけど、うん、ちょ本当にカメカメ攻撃っていうのがある。ある。あるん？そう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 。本当、お前が民族とか言ってたから、あれ結構沖縄の人結構カチンってきてる今。来てる今。嘘やん、マジか。そうそうそう、あのなんかいろんなもん食え食えって言うからな。食べろ食べろみたいな。食べろ食べろみたいな。あ、そういう意味ね。そう、カメカメ攻撃だからもういっぱい食べてみたいな。これ沖縄の人はカメカメ攻撃って言うよ。うん、そう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 。次よ、2番目は沖縄の学校で英語の成績1を取ったら米兵にどこかに連れて行かれるっていうのは、うん、嘘。あのやろうな、やろうな。先生にどこかに連れて行かれる。先生に連れて行かれんね。これは全国共通のやつ。確かにね、確かに関西でもそうやわ。ああ、関西でもそうや。で、シーバイはおしっこやろ。おしっこ。あ、そう、シーバイで、お前、去年覚えてる笑顔甲子園あったさ。ああ、あれなんです、お笑いの大会が愛媛県であって。そう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 。で、俺たち、あったあった舞台で、あの、誰も愛媛の人たちとか、うん、シーバイがションベンって見て分からんから、うんうん、あの、漫才の出てくるときに、うん、どもどもじゃなくて、うん、シーバーイって出てきたのよ。やばいやん。そうそうそう。漫才の入りおしっこやん。そうそう。で、あの、お客さんもシーバーイってなんかが方言と思って、沖縄の方言だけどなんかこう、ハイサーイ的な
なのと思ってみんなおーって拍手してくれたわね。で俺たち変人やないか愛媛のやつらで舞台裏でニヤニヤしたわけさ。うわー、ああ舞台で愛媛のやつ変人やん、ほんま。そうそう、ションベンって叫んでやったぜと思ってたら、あの審査員紹介の時に、あの審査員の紹介します、沖縄出身誰誰って紹介して終わるなみたいな。沖縄の審査員おい沖縄で盛り上がるなおい沖縄やろう。え、プレトリコさん、私笑顔甲子園行った。え、うそ、あ、マジ、え、本当に、あ、愛媛の人、え、プレトリコさん、あ、そうなんだ、あ、笑顔甲、愛媛の人なんだ、プレトリコさん。ちょ、プレトリコさんっていう人からの情報で、堀田さん、ああ USJ の方が好きらしい。USJ の、USJ が好きらしい。 USJ 好きなの。あ、USJ 好きやで、めっちゃ俺。あ、そうなんだ、マジで。うん、俺めっちゃ行くで。いいないいな、さすがだな。めっちゃ楽しいね、行こうな。いやいやいや、普通の電話なってるわ一応沖縄、じゃあ次、沖縄では、うん、女の子とイナグって言うけど、ああ、ちょっと待ってよ。ああ、そうそうそう、女の子とイナグって言うけど、ああ男の子と脇がって言うっていうのは、一応脇がは嘘だけど、ああ、じゃあ本当は息が、そうそうそう、息が、息が、息が、そう、息が、そう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 、男の子、息が、そうだからお前息がみたいな、そう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 、お前の息がかっこいいわみたいな、なんか嫌やな、なんかそれ嫌やなちょっと一応言わない、女もいなぐって言えば、あ、そうなの、ちょっと嫌だよ、これは本当にいなぐ。沖縄の人はツイッターのことをツイッサーっていうのは、ああ、なんと嘘だわよ嘘やろな、それはもう、もう一発ギャグと同じレベル。あ、沖縄にはマンコ公園もある。レベルと同じやん。沖縄にはマンコ公園もあるもん。あ、そっか、マンコっていうの分かってたのか。マンコ。そう、有名やね、結構。結構有名やで。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ。ほんまに。ほった、マンコはないやろっていう。うん、そっか、マンコって。結構有名やね。教科書とかに載ってるんだ。結構有名やねんな。もうちょっとね、ちょっと今授業がね、ちょっとあのざわつく単語ではあるよね、うん、あのそうやねんな、思春期の中学生とかがめっちゃ好きな単語だよ、マンコ公園。そうやね、めっちゃ大好き、めっちゃ大好き。パイ、じゃあほったいとか、いや、すぐ、すぐあれやね、とかね、すぐそれで立っちゃうからどっちの意味、え、どういう意味ほったがおったった、そこやっぱするしよ、するしよ、するしよ。じゃあほった逆にさ、ちょっと関西のクイズ出してさ、うん、あー確かに、関西のなんて、関西のクイズ出して、関西のクイズ、3つ言って、その中で俺が1つ本当のこと当てるよ、俺たちが3つ、ああ、うん、いいよ、いくで、ああ、あ、ちょっと待って、あの、皆さんもね、分かったらぜひコメント欄でコメントしてください。はい、はいはい、いきますよ、はい、大阪のおばちゃんは、はいはいはい、雨をくれますが、はいはい、雨くるイメージある、おじい、大阪のおじいちゃんは、はいはい、ガムをくれる。際どい。え、待って、待って、うっそ、ありえるな。いや、これ結構あれやからね、そうなの、やっぱ雨、おばあちゃんは雨やけど、うん、おじいちゃんは結構ガムを持って歩いてるっていうな、理由は何。え、おばあちゃんが飴玉持ってる理由は何。それは一応なんかよく聞くんじゃない。おばあちゃん飴玉持ってる理由はもう気分、うん、気分、ああ、なんかすぐ飴を食べたくなる、あげる前提で持ってんの、それとも自分が飴玉を食べる。そう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 、まあ、自分も食べるけどね。へ、でも言えば優しさみたいなね。へ、で、おじいちゃんはなんで飴玉じゃなくていちいちガムなの。え、なんでガムなの、おじいちゃんは。ガム、うん、おじいちゃんはよくそのガムとかでフレッシュしたいから、うん、フレッシュしたいんだ。そう、あ、そうなんだ、際どい、これだいぶね、際どい、まあ、ありえるな、うん。2個目、はい、2個目、はいはい、関西のスーパーで、スーパーで1円で売ってるものがある。1円で売ってる、大阪って言ったらやっぱねぎるイメージあるやん。そっかそっかそっか、もともとスーパーがねぎっております。ああ、もうねぎられないようにってこと。1円からで、もう1円で商品が売っております。全部際どい、際どい、際どい。じゃあ大阪の人はお客さんに値切られないように、もう元々1円にしてるんだ。もうそう、もう1円からスタートしてる。際どいな。なるほどね。あ、いい問題だな。ちょっとじゃあラスト1問、
ラスト1問、うん、際どいな、ナンバで、ナンバで、ナンバで、うん、可愛い人が歩いてたら、うんうんうん、すぐに、うん、モデル募集してますよっていう人が訪ねてくる。ああ、際どい、この際どい。今めっちゃ考えてなかった今。いや考えてん、考えてん、考えてん、考えてん。ああ、この3つのうちに、そうそうそう、一つが真実、本当。そう。一つ目が、おばちゃん、おばちゃんは飴玉だけど、関西のおじいちゃん、おじいちゃんはガム。ガムをくれる。二つ目が、スーパーで1円で売られてるものがある。ああ。1円だってもう無料の方がいいじゃん。1円だぜ。で、三つ目が、ほんまにこれ。ナンバー歩いてたら、必ずと言っていいほどスカウトされるってこと？そう。全部さ、ありえるんだよな。え？どれか答え正解一つやから。え、全部ありえるの？全部ありえなくない？あ、まあまあ、なんか。あ、ガム、あ、そっか、ありえるか。際どい。あー、どうなんだろう。ね、俺、ガムかな。どれでしょう。俺は、ガム。一応、俺は。俺、1円かな。決めるじゃん、一つに。1円かな、じゃあ1円にする。1円だと思う、俺。じゃあ関西の人さ、そういう関西の人は1円でいい、はい、あるイメージがある。1円でいい、うん、ああ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解です。おー、あ、マジで正解かい。当てるなよ。当ててしまった。え、なんでなんでなんで、マジで、なんで1円でも売られてんの。ほんまに、スーパー玉でっていうスーパーあんねんけど、うん、あ、聞いたことある。玉ねぎ、玉で、玉で、そこで、うん、普通に1円で売ってて。何を？けどまあ、あれ、お買い上げ1000円以上とかやけど。あー、でも1円で売ってます。へぇ、はい、すげえ。そうなんです。じゃあ、おじいちゃんあとは全部嘘です。おじいちゃんはじゃあ何持ってんの逆に。おじいさんはガムなど持っておりません。あ、じゃあ飴玉持ってんのおばあちゃんだけなの。おばあちゃんだけなの。おばあちゃんは持ってるね、大概。そう。あ、あとさ、もう一個さ、聞きたいのがあって、うん、関西の人に、うん、バーンって打ったらなんかリアクションするみたいなのあるさ。ああ、はいはい、あ、それはあれ本当なの？テレビ向けられてる時だけ。あ、テレビを向けられてる時だけ。あ、悲しいな。あ、でも逆にテレビ向けられたらやるんだ。悲しいな。そう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 。え、すごくない？それも目立とうとするからね。すごいな。もうそんなん急にバンってやられても、うん、喧嘩売ってんのかと。そうなんだ、そうなんだ。なるから。そうそうそう、なるから。え、じゃあ、テレビ向けられたら、テレビやから、ほとんどやるんだ、やっぱ。そう、テレビやから、結局は。いや、でも、他の人はテレビ向けられててもね。やらんでしょ。逆にやらないよ、逆に。うん。だから、うん、やらん、やらん。あと、なんか、学級、あ、なんか、半分ツッコミ、うん、半分ボケに分かれるとか。あー、よく聞く、これ。なんか、ツッコミかボケかにいないと、なんかもう、なんか、なんて、イケてないキャラみたいになる。どこかに所属してるみたいな。そうそうそう。確かにボケとツッコミ発揮してるかもしれへん。どっちでもない、まあ、自分では言わないけど、あ、俺、そう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 。え、どっちかではあるんだ、絶対。になってる感じ。はい、はい。どっちかではあるってこと、絶対。うん。自然に。だって沖縄の人とかは、クラスにツッコミ1人、うん、ボケ2人ぐらいじゃん。うんうん、それぐらい。うん、まあ、あと何してるの？あと、大体言うてるだけ。あと何してるんだ。ガヤ、ガヤ。あとは笑ってる。笑ってる。あれ？シーサーとか持ってるだけ？いや、持ってんわ。シーサー持ってないよや。え、そうなんだ。え、じゃあ、一人が、じゃあもう、めっちゃクラスうるさくない？もう一人がなんかボケたらみんなで、なんだよねーんっていうのが10人ぐらいいるってこと？あ、そうやな。けど、だんだん、やっぱな、中学生になってきたら、うん、やっぱ、ツッコミのレベルが上手いやつが、ちょっと勝ち上がっていくから。そうそうそう。そうなの？すげえ。これが大阪ですから。面白い。勝ち上がるんだ。じゃあ、ちょっとツッコミが上手い人たちが中心になっていって、そうそうそう。ツッコミがあんま上手くない人たちは、ちょっとこう、もう蹴落とされるというか、そう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 、あんまりこう、言えなくなっていくんだ。そうそうそう。あ、そうなんだ。堀田は、堀田はどうだったの？ちなみに、クラスの中で。俺はまあ中学校の中では3本の指には入ったな。おお。じゃあホッターもバンバンクラスでどんどん突っ込むキャラだったんだ。そうやな。あ、けどクラスな、あんまりな突っ込みはなかったからボケやったな。ああ、そういうこと。ちょっとボケが少ないからちょっとボケいかなあかんかった。あ、すげえ、もう大阪なこの辺。
すごいな。めっちゃすごい。やっぱお笑いの女子からさ見てツッコミの人がさ面白いってなるの。なんかどっちはモテんの、ボケとツッコミ。じゃあ関西では。あ、けどちょツッコミがモテる言うけどな。あ、やっぱそうなんだ。やっぱりちょっとは多少は。これ何歳の頃から出来上がっていくの？え？何歳の頃から？幼稚園とかはボケツッコミあった？いや幼稚園の時はもうアホなだけやから。ギャラギャラチンチンみたいな。小学5、6年じゃん？4年か。5、6年からもうボケツッコミができてくる。ちょっと確立しだしてくるな。面白い。だいぶ。なんかノリとかもやるの？大阪のなんかこうみんなでずっこけるとか。あれなんていうの、クラスの中でやったりするの？普通に。ああ、あるね、あるね、それ、あるね。めっちゃすごい。格が違うわ。そうなんだ。これさ、女子もさ、やったりする人いんの？女子でも全然突っ込むやつもボケるやつもおるで。すごい。もうみんなアドリブでずっこけたりするんだ、普通の会話で。そうやな、アドリブやな、大体は。すごいな。ネタとかないからな。で、突っこけんかったらちょっと、何どうしたんみたいになるの？元気ないみたいな。お前ノリノリノリみたいな。なんか大阪のやつらノリやから大体、はいはい、ノリで生きてるから。はいはいはい。ああ面白い。うわそう面白いね。ちょっとだいぶ大阪の人、はい、沖縄のことでさ、なんかびっくりしたこととかある？なんか噂とか、沖縄で噂とかこれ本当なのみたいなのある？逆に聞きたいこととか、風俗が安いっていうそれお前さ夏休みに中地から聞いたことだろ。まあ、中地から聞いとった。じゃだいぶ安いよ。だいぶ安いんだよね。安い。他に何かある？行きたいね。あ、待って、プエルトリコさん愛知の人なんだよね。主食がサータンダギーなわけあるかお前。そうなお前、おい。あと何やろ、沖縄やろ。主食がサータンゲージじゃないよ。沖縄やろ。うん。さ、うん。ゴーヤを生で食べるみたいな、うん、そういうイメージあるんだ。なんかかじるみたいな。いやかじるみたいな。ないです。ないな。ないです。罰ゲームぐらいのレベル。うせやん。まず今の高校でもない。まずゴーヤ食べないんじゃん。食べないね。ゴーヤチャンプルたまにぐらいかな。出たら食うけど、うん、自分からは多いんじゃん。うん、好き。いやだってそこら辺にゴーヤぶら下がっててパーンって取ってガリってかじるわけじゃないな。いやゴーヤ生丸かじりはしないな。これ生で食えるみたいな。違うな、そういうイメージあるんだ。あプエルトリコさん、愛知じゃなくて愛媛な。愛媛か。愛媛県。愛媛の人何、主食がサータンダギーってイメージなの？そうでしょ。そうでしょ。サータンダギーって1年に1回か食べるか食べないかだけど。じゃあ愛媛どんどんギャンブラー掘ったあれちょっと押しとってな。あそうだ、ね、他にある。もうそうだね。ちょっともうツイッターで、ちょっともうツイッターやってますって言うといても。あじゃあ掘ったで。ギャンブラーってね、皆さん検索してください。ギャンブラー掘ったでね、はい、お願いしますよ。他になんかみんなが沖縄の噂とかある？友達の中で沖縄は、うん、あのシーサーを割ると、うん、はいはい、まず発音が違うからな。めっちゃ演技悪いみたいな。シーサーじゃないよ。シーサー、シーサーだよ、うん、シーサー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 な、うん、シーサー。あれを割るとめっちゃ演技が悪いみたいな。いや待って、そりゃそうだろ。そりゃ多分そうじゃない。お守り系ってさ、それさ守り神系って多分どこでもじゃない。どこでも一緒だと思う。まず割ったら何でも演技悪くない。そういう守り神的なのはね。あ、プエルトリコさんからみんな黒い。あー確かにな。あーみんな黒い。まあ、あちょっと確かに今度の人に比べたら黒いのかな、うん、ちょ、ケワイ、はい、ほんまにこんな楽しい会話して申し訳ないんやけど、はいはい、あの充電がないっていう。じゃあありがとうね、ホッタ。本当にほんまにごめんな、ホッタ。じゃあ最後にみんなに一言言って、お願い。最後一言、うん、大阪弁で。ギャンブラー掘った、ギャンブラー掘った、皆様のね、笑顔でね。はい、すいません、長かったので切らせていただきました。以上で、ね、ギャンブラー掘ったくんでした。みんなツイッターもやってるんでね、ギャンブラーって検索したら多分出てくると思うんでね、はい、ありがとうございます。おー、すげえすげえ、ありがとうございます。 FM 技能さんがギャンブラー掘った、はい、
あ、第3が KY デンジャラスや、はい、あ、これももしかして関西の人かな。あ、すごい、そうなんだ。こったね、あ、いるよね。まず、万国公演があんまりびっくりしなかったね。ちょっとショックだったな、これ、ね、うん、マン、お、俺、沖縄の万国公演も沖縄のなんかもう面白 い、はいはいはい、なんか、あれだと思ってたら、はい、別に本土の人もあれなんだ。そうじゃあ、ここで一旦、はい、CM に入ります。はい、ホッタ面白いな。ホッタ面白いな。大阪の人さ、うん、でもなんか一緒に暮らしたくはなくない？あー、しんどいな。ずっとなんか疲れてる時に、別にボケじゃないのになんか、そういや、なんやろそれみたいな、うん、いや、なんお前、おかしいやろ、なんだよ、やろ、しんどいな、それは。しんどいわ、それは。しんどいな。ホッタでも面白いな。大阪すごい、やっぱボケとツッコミ分かれたりするね、クラスでね。すごいね。だって本当に沖縄の人ってギャガーっていうの、ああ、ね、面白い人がクラスに一人二人いるぐらいでしょ。半分が面白い人で、あ、そっか、ツッコミもまあ面白い。ホッタから LINE 来て、うん、あの、切るタイミングバッチシカッコ笑って。いやいやいや、大阪どういう句だよこいつ。あと、それ言うな。すげえな、ホッタすごいな。貪欲だな、あいつ。貪欲だな、やっぱ大阪すごい。大阪か。あのね、笑顔甲子園って大会でね、愛媛県に行ったんですけど、うん、その時もやっぱ関西すごいと思ったな、ほんとにな。あ、すごいな、うん、やっぱ関西圧倒されすぎて、うん、俺、ほんとに全然喋れなかった、うん、関西の人お笑いで勝てんから。勝てない。もう部屋で二人ひたすら全裸になって、全裸になるという踊って、うん、笑い取ってた。勝てんと思って。フェルトリコさん、堀田さん、はい、愛媛の JK 見た瞬間目の色変わったって言うてた。変態やった、ただ。あとさ、関西さ、うん、あの、影響されていくな。あ、そう本当に、俺今ですらあっちに俺もう泣かされた。なんでだろ、喋り方。沖縄の訛りにあっちがなることはないのに。だって、あの、ダウンタウンさんとかもさ、うん、東京にずっといるのに、うん、大阪弁さ、うん、ずっと、うん、あれすごくない？すごい、だいぶすごい。関西弁すごいよな。すごいな、なんか強いな。10秒前です。でも結構、堀田とかは沖縄弁憧れしてるよね。あ、そう。5秒前、4、3、2、1。 KY デンジャラス、デンジャラスナイト。はい、あの大阪ってこのなんか愛媛で、大阪の人とかに俺がなんでよやって言ったら、みんなね、おーみたいな、はいはい、そうあー、本物のなんでよやが聞けたみたいな。そうだから皆さん、大阪のな、あ、沖縄のなんでよやは結構もう強い。ぜひ結構みんな褒めてくれる、うん、なんでよやって。そうですね。それでは先ほどのアンケートバトル、センスがあるのはどっちの結果発表。よーしょー。今週のお題が、はいはい、何でしたっけ、沖縄で住むならどこに住むでしたっけ、うん、これで負けたら中地がお母さんに電話する。電話して恥ずかしいお点をね言うという。では結果、那覇 73%、 名護 27%。 那覇終わってる、もうこれ。ってことで、そりゃそうでしょ。マジで、なんでお前那覇に勝てると思ったの。え、みんなそんなもん。そんなもん、もうヤギ汁食べたからって、そんなお前名護そんなもん。ってことで中地、マジで電話する。お母さんに電話して、これでマジアポなしたか取るかな。お母さんかお父さんに電話して、うん、お前の人生の汚点、うん、マジのやつを全部言って。じゃあ今から中地がお母さんとお父さんに電話をします。あんまあって。あ、エコ、あんまあって。あの、お父さんでも今日今仕事中だな。あ、そうなんだ、うん、じゃあお母さんが電話取るから。え、取んなよマジで、ほんとにちゃんとね。取るか。はい。あ、ゆきな、うん、お母さんいる？お姉ちゃんいるけど、何変わって、変わってって。あ、妹だ、ゆきな妹。はい、もしもし。お母さん。はいはい。あ、ゆういちろうですけども。もう何？ちょっと、俺がさ、うん、中学校2年生か3年生の時に、うん、久保川団地で、久保川団地わかる？久保川団地。うんうん。で、全裸で暴れて、うん。
で生徒指導の先生に捕まって、うん、次の日親呼び出しされたの覚えてる？うん。あの時さ、ちょっと聞けなかったんだけど、どう思ったの？どう思ったのって、息子が全裸で暴れて、うん、親が学校に呼び出しされるって、どう思ったの？どう思ったって、それはもうやっぱ情けないんじゃないですか？すいませんでした。オナニーを中地がお母さんに謝ります。うん、ありがとうございます。俺がさ、うん、一回だけエッチしてるのを、うん、エッチしてるときにお母さん一回部屋に入ってきたときあるのを覚えてる？いや、それはないと思いますけど。いや、一回入ってきたことがある、お母。あ、それは終わった後だったと思うんですけど。すいません、ありがとうございます。じゃあ体中ではなく、あなた側の お尻が見えたのは見えましたけど。お母さん、あと、まあ、今日気持ちいい思いをしました。じゃあ30分後にお家で会おうね。おやすみ。はい、はい、すいません、ちょっとラジオナウなんですけど今。いえ、じゃあ失礼します。はい、すいません、じゃあまたお家で。失礼します。はい、はい、じゃあお待ちしてます。なんだわこれ。やっぱ見られてたんだ。一応お母言わなかったんだけど、やっぱ気づいてたんだな。お尻が見えたけど、ピザ。もう時間、じゃあ終わりますか。じゃあなんだ。じゃあ罰ゲームあるんだったら最初から言えばいいのにさ。皆さん、今日はですね、今日のラジオはですね、はい、中地がお母さんにエッチを見られたところを問い詰めるという、なんだばこのラジオでした。皆さん30分後気まずいよ。やるんだけど。皆さん今日もありがとうございました。以上、デンジャラスナイトでした。ありがとうございました。吐きそう。はい、あと何分ぐらい、あと一応ツイキャスやろうと思えば9分ぐらいできます。あー、面白かった。あー、受けた。中地が、なんだわこれ。もうどういう状況やったっけそれ。え、一応、はい、正直、うん、真っ最中。真っ最中、エッチしてる真っ最中に、真っ最中に、うん、で、もう、普段入ってこないんだけど、こいつの部屋、あれなんすよね、鍵がない、そうそう、鍵がないのに、だけどもう全く入ってこないし、その時、うん、あのお母さんいなかったから、うん、大丈夫かなと思ったんだけど、うん、もう夢中になりすぎてて、お母さんが入ってきたの分からなくて。でガチャッてなって、うん、終わったと思ってこうドアを開いて、うん、お母さんがあいやーって言って、どうしよう。あれ、あいや、もうガチャって手を挙げて、俺パッて見て目やって、あいやーってドアを閉めるっていう。あいやー、ちょ、今受けたな。やった後だったと思うんですけど、お尻は見えたーって。これ帰ってから気まずくない？お母さんもお前に言ってなかったでしょ。言ってなかった。だから一応もうなかったことにしてたから、俺も会話に出さなかった。はいはい、なんていうね、ストラ。で、今、なんで告白したの？いや、罰ゲームだよ。いや、普通に嫌だよ、だいぶ気まず。本当にマジで、もうどうしようって家でかな。プエルトリコさんの愛媛行こうかな、俺も。逃げる、逃げようかな、逃げる。はい、第3、面白いですね、わら。
ベーターさん、デンジャラス、お尻さん、こんばんは。いやいや、お尻なってるよ。本当にマジで。お母さんにエッチの報告。だってエッチをさ、こう、うん、世の中って、うん、親子内でエッチの話ってさ、うん、結構タブーじゃん。タブーでしょ。それを自ら出す。そうだよ。お母さんはもう、うん、自分の孫を作ってる作業を見て。いやいや、ちげ、やめろ。受けた。皆さんあのですね、デンジャラスサイドでやってほしいことがあったらね、はいはい、どしどしね、言ってほしいですね。ぜひぜひ。まあ僕たちがこれから考えてるのは、はい、まあやっぱ風俗嬢をゲストに呼ぶというね。これやってみたのね、普通に。風俗嬢ね。なんかギリギリのラインのこと聞きたい。そうそうそう。ですね、やっぱどういうお客さんがいるのかとか、はい、ね、いろいろどういう、なんだかどういう仕事をしてるのかなとか、はい、気持ちとかね。普段は、普段もそういうことが好きなのか。エッチ好きなのかとか。そう。ことをね、いろいろ聞いていきたいと思います。あとね、タトゥースペシャルそう、ちょっと今っ計画してて、僕たち友達にですね、まあ、もうラッパー有名なね、レオクマっていう、はいはいはい、いやフォロワーがね、あいつすごい3万人ぐらいいるんで、3万人ぐらい、うん、レオクマはもうタトゥーいっぱいついてですね、うん、そのレオクマ君の友達もこの前遊んだ時に、ね、タトゥー、全身タトゥー、そう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 、入ってて、でそれに堀市さんもね、うん、ゲストに呼んでタトゥーについてをそう語ろうと思って、良くも悪くもね、うん、タトゥーってやっぱ悪いイメージもあるから、うん、タトゥーをね、どう思ってんのか、本当に、うん、みんなが思ってることどうして、どんどん話していきたいと思います、はい、それでは皆さんですね、今日も本当にデンジャラスサイト聞いていただいてありがとうございます、本当にですね、はい、皆さん、エッチをね、もしバレても、はい、お母さんにはね、はい、告白しないようにさらにね、まずエッチをバレないようにちゃんと鍵を閉めて、はい、あとお母さんいないときにエッチをすること、はい、今日デンジャラスサイトで伝えたかったのはそれです皆さん、今日はどうもありがとうございました。また来週。